急に見上げたね。昨日ついた君のカード、謎かけるように思い出の夏の写真さ。Last Christmas for you、 本当に好きな人と最後のイブは過ごしたいと書いたね。 First Christmas for two、 キャンドル消して君は忘れられない。答えをくれない僕が悲しかったのさ。 Last sweet summer memories、 君のドレスにサザンウィン、光るシャンペングラス、左手に踊ったね。 Just sweet summer dreams
最後のホリーナイト、これはソロになって2枚目のシングルだったんですね。作った当時のことをすごく覚えてるんです。それまでオメガでやってて、で、まあ、自分たちの曲、自分で作る曲っていうのはアルバムの中とかにしか入らないから、でも競争率がすごく倍率が高くって、もう一生懸命曲を変えて、もうなんとかこう、例えばプロデューサーとかディレクターとかが気に入るような曲を書こうと一生懸命になって、必死になって、やっていたんですね。それでソロになって、これでもう自分の自由に好きな曲が作れるなと思った時に、なんかものすごく今まで頑張りすぎちゃったせいか、もうなんかすごく簡単に作れる曲をちょっとやってみたいなと思って、いわゆるまあこれはギターとかピアノとかやらない人は分からないと思うんですけども、いわゆるコードっていうのがあります。で、そのすごく単純なコードをずっと繰り返すだけの中でメロディーを作っていけたらいいんじゃないかなと思って、僕一晩中カセット、当時はカセットデッキをずっと回してマイクを置いて、ずっとその同じコード進行をずっと繰り返して、いろんなメロディーをこうやって、結局60分ぐらいずっと1本取っちゃって、でその中から自分で、あ、ここはなんか自分で何かも繰り返して気に入ってるらしいなっていうところをピックアップして、で一つの作品に仕上げたんですよ。で、詩の方もこれも絶対なんかこうクリスマスの、スタンダードになるような曲を書きたいなと思って、やったんですけども、それが本当に見事に、うまく重なって、嬉しいことにね、未だになんか歌ってこの時期になると、街中で聴いたりとかすることができるっていうのは、すごく作った人間として、そしてまで歌ってた人間としてもすごく嬉しいことでして、やっぱり良かったな、こういう曲を書いてなとか、思うわけでございますが、これも一つ自分の中で20世紀では割と自分の中に残る、曲じゃないかなと思うんですけど、さあ、ここまで杉山清太がコンサートやってきました。はい、今の最後のホリーナイトで最後です。そしてまだだよ、なあさり終わるわけねえだろうが、今回20世紀、まあ本当にしつこいようですけど20世紀最後のツアーということで、本当にメニューは悩んだんですよね。で、一つこう肝になるものが何か、核になるものが欲しいなと思って、毎回必ず一応僕の中ではここが今回の肝であるっていうのを作るんですけども、せっかくだから、何かテーマがあるといいなと思って、で、まあそうですね、僕はずっとデビューした時からというか、まあイメージが夏だとか海だとかっていう風について、まあ自分も基本的には海夏大好きですから、そこら辺の歌も歌っていきますけども、やっぱり杉山清隆を代表するやっぱり夏というものは、必要だなと。で、20世紀が終わって新しい世紀行くんだけども、俺の夏は終わらんぜ、で一緒にみんなの夏も終わらないっていうのをですね、私これをテーマにしようと思った時に、ある一つの楽曲が出てきまして、もう16、15年ぐらいぶりになるんですけども、先ほどから何度か待ってますオメガトライブの頃に、アルバムで3枚目のアルバムでネバーエンディングサマーっていうアルバムがありまして、それは本当にそのポピュラーな音楽の中では珍しくというか初めてじゃないかなと思うぐらいに、いわゆる組曲形式になっています。ネバーエンディングサマー1、2、3、4とで一つのストーリーが出来上がっておりまして、それを、まあ、オメガの育ての親でもある生みの親でもある林哲司、そして、死の方は秋元康が、本当に寝ずに頑張って作った作品 で僕らそのアルバムが出た時のツアーでやったんです。で結構本セクションがガン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 入ってまして、その時確か、本スペクトラムというね、セクションチーム入れて東京やったりとかしたんですけども、それを今回、最後に持ってきました。ただ当時の音のままだと結構ね、せわしないんですよ、時代が時代だけにですね。でやっぱり演奏している年齢も年齢だけにですね、もう本当にせわしない。だからこのバンドで、出せるいわゆる今の2000年の、ネバーエンディングサマーを持ってきましたんで、それでは参りましょうか。ネバーエンディングサマー。